ダビーネルプシュース作、コーネリアとシャーロットのハーン姉妹の肖像。左がコーネリアと思われる。コーネリア・ハーンをオーベルレンダーは、カナダ・バンクーバーを拠点とした女性造園家、都市計画家である。彼女は、ロブソンスクエア、カナダ国立美術館、在アメリカ合衆国カナダ大使館、バンクーバー公共図書館、アブック人類学博物館。 ノースウェスト巡州リポービルなどの施設の庭園部を手掛けてきた。夫は国務大臣を歴任し、国連でも活躍した建築家のピーター・オーベルレンダー。ロブソンスクエア1921年6月20日、バイマル共和制下ドイツ、ノルトベストファーレン州、ミュールハイム、アンデアルールで、ユダヤ系ドイツ人であるフランツ、ベアテハーン夫妻の娘として生まれる。 ユナイテッドワールドカレッジ最初の一行、アトランティックカレッジ創設に寄与した教育学者、クルトハーンや古典考古学者、エリザベス・ジャストロウは、おじ、おばにあたる。1938年、オーベルレンダーが18歳の時、姉と母は、水晶の夜によるナチスの迫害を逃れて、イギリスに逃れ、1939年にはアメリカに移住した。演家であり、 子供向けの演芸場を執筆していた母、ベアテ・ハーンは、幼い頃から自然への深い愛情と感謝の気持ちを、育んだ。後年、メヒティルド・マヌストンのインタビューの中で、オーベル・レンダーが、ランドスケープ・アーキテクチャーに興味を持つようになった、ルーツをたどると、オーバー・ランダーは次のように述べている。11歳の時に、画家のスタジオで、ライン側と創造上の街を描いた壁画を研究した。画家に、 壁画の中の緑の部分について尋ねると、それは公園だと教えてくれた。帰宅後、母に、私は公園を作りたいと話しました。それ以来、私の教育はすべてランドスケープアーキテクトに向けられたのです。戦時中、母はニューハンプシャー州にトラック農場を持っており、オーバーランダーはそこで働いていた。彼女は公園や、 緑地の創造に関わる専門的な教育の機会を求めてアメリカに渡った。1944年にスミス大学で学士号を取得したオーベル・レンダーは1947年ハーバード大学デザイン大学院でランドスケープアーキテクチャーの学位を取得して卒業した最初の女性の一人となった。ホールとのインタビューで彼女は次のように述べている。私がスミスに通っていた頃、 ランドスケープアーキテクチャーになりたい女性は、ハーバード大学の一部である、ケンブリッジスクールに通っていましたが、当時は女性がハーバード大学に通うことはできませんでした。しかし、戦争が始まると状況は一変し、私は1943年に、ハーバード大学デザイン大学院に入学した、最初の女性の一人となったのです。後に、夫となるピーター・オーベル・レンダーは、 ハーバード大学で地域計画の博士号を取得し、クラスのピクニックで知り合ったた。彼もまた、1938年にナチスの手から家族と共に逃れてきたウィーン出身の人物である。1953年に結婚し、3人の子供を儲けた。オーベルレンダーはフィラデルフィアでルイス・アイ・カーンやオスカーストのロフに支持した後、10年ごとにデンマーク、 スウェーデン、ノルウェーを訪問し、帰国後はバーモント州で造園家の段階リーに支持し、1953年に夫と共にバンクーバーに移り住み、小さな造園設計事務所を設立した。バンクーバーでは PC ビニングやネットプラットを中心とした芸術と建築を融合させて、都市と自然環境とのつながりをテーマにしたモダンアートの動きに関心を持った。 アブック人類学博物館。手前の人工池を手掛けた。1960年代、オーベルレンダーのキャリアの初期は、低所得者向け住宅プロジェクトのランドスケープや遊び場のデザインに専念していた。最も有名なものは、モントリオール万国博覧会のカナダ政府パビリオンにおけるチルドレンズクリエイティブ、センタープレイエリアである。このプロジェクトの後、 カナダ全土で70もの演劇芸術環境の造成に反映した。彼女が手掛けた最初の遊び場は、ルイス・アイカーンが手掛けた1951年の公営住宅プロジェクトで菜園と果樹が含まれていました。マクリーンパークの公営住宅では彼女は遊び場をデザインした。ルーギード・ハイウェイ沿いのスキーのテラスでは菜園を設けた。彼女の作品で構築された環境は、 自然の要素を取り入れ場所のインタラクティブな生態を見ることができる。公園や運動場からパブリックとプライベートの庭園まで半世紀以上に及ぶキャリアの中で緑のスペースを絡めたプロジェクトを実現している。この他、ケネディメモリアルのいくつかのプロジェクトに参加したことがあったが、1970年代と80年代には、 建築家とのコラボレーションを通じて進行されたロブソンスクエアと最高裁判所複合体という大規模な公共プロジェクトに参加した。その後もバンクーバーのブリティッシュコロンビア大学人類学博物館カナダ国立美術館カナダナショナルギャラリーイエローナイフノースウェスト巡州にある立法議会バンクーバー公立図書館ワシントンのカナダ大使館庭園 CK チョイ ビルブリティッシュコロンビア大学アジア研究所、バンデューセン植物園、ビジターセンターなど多数作品を残す。1990年代から現在に環境と社会的責任をベースにしたプロジェクトを遂行してきている。受賞は、カナダ君少年、アブック名誉法学博士、カナダ連盟125周年記念メダル、カナダ王立建築学会賞など多数。 彼女の環境や人々への配慮は、ヘブライ大学との関わりの中で、さらに具体的に示された。オーベルレンダーは、1962年に、夫のピーターと共に、国際増援家連盟の会議のために、イスラエルを訪れた。11種インディペンデント誌によると、オーベルレンダー夫妻は灌えシステムを研究するために、イスラエルを訪れたが、この土地と人々をより深く愛するようになったという。 1979年以降、オーベルレンダー夫妻は、カナダ研究プログラムを立ち上げ、カナダの教科書をイスラエルに持ち込んで大学に寄贈したり、植物園を整備したり、プランナーチームと協力して、北アフリカやジョージアからの入植者を受け入れるアシカロンのコミュニティを支援したり、キャンパス内の歴史的建造物の修復を提唱したりと、大学のために多くの活動を行い、 人頭指揮を取った。オーベルレンダー夫妻は2004年にカナダのエルサレムヘブライ大学ともの会のバンクーバー支部からその貢献を称えられ事前活動のために何度もイスラエルを訪れている。ニューヨークタイムズビルディングの中央フロアアトリウム。オーベルレンダーが庭園部を手掛けた。本人には21世紀の公共エリア、都心、オープンスペースは 20世紀の公共空間とは異なるものという持論があり、20世紀の公園は大規模な公園やニューヨークのペイリーパークのような流れの小公園をデザインする時代であったが、21世紀の公園はすべての都市に小さな公園が密に入り、地域の公園により簡単にアクセスすることができ、公共交通へのアクセスも容易になる性格を持っているという。 1999年から2000年にかけてはバンクーバーアートギャラリーのアウト・オブ・ディス・センチュリー・展に専門知識を提供しギャラリーのパーマネントコレクションの中からオーバーランダーと他の5人のバンクーバー市民が選んだ数十年にわたるバンクーバーのアートシーンを反映したビジュアルアート作品のセレクションをガイドした2008年12月27日に夫・ピーターが死去 2021年5月22日、バンクーバーにて死去した99歳没。ありがとうございます。